ロイドゴンの時間がやってきました。イエイ。はい、今回は神奈川県横浜市伊勢崎長者町にやってきているんですけれども、ちょっとね、街を歩いているとこの界隈かなりこうキラキラした、店が多い通りなんですが、その中でもひときわ目を引く真っ赤な入り口、真っ赤な入り口に真っ赤な提灯が垂れ下がっているお店を見つけました。見るとラーメン&カレー専門店と書いてあります。早速入ってみましょう。カレーラーメンお願いします。はい、あ、固めで、はい、これニンニクっていうのは何も言わなかったら入れてもらえるんですか？あ、じゃあニンニク入りでお願いします。あ、じゃあ50円プラスで、はい、お願いします。あ、はい、ニンニクカレーラーメン、はい、ニンニクカレーラーメン、はい、マジビール。うまいっす。ラーメンとみたいな。情熱的な味がします。麺がまためっちゃうまいっす。麺と。
ありがとうございます。失礼します。どうも。はい、というわけでいただいてきました、大元さんの、ニンニクカレーラーメン。まあ、あの入り口入る前は初めあのカレーとね、ラーメン&カレーって書いてあるんで、まあ、単体のラーメンとカレーって組み合わせが有名な店なのかなと思って入りましたが、ここはもうカレーラーメンっていうのが有名なんだそうで、しかもね、こうニンニクありの、ラーメンが有名ということで、しっかりこうニンニクカレーラーメンいただきました。これね、すごいですよ。まずの味のそのイメージの前にニンニクのパンチ力すごい。これ全然タイプ違いますけど、いわゆるこうラーメン二郎さんって言うならニンニクもニンニクマシマシぐらいに匹敵するニンニクのパンチ力、ここ辛いタイプで、スープはお店の方おっしゃるには鶏と豚の、ミックスなんだそうですが、口当たり柔らかくマイルドなスープ、ちょっと好みもあります。でこれにニンニクのパンチ、そして麺はね結構こう張りが強め。でこちらは片面も選べるので自分今回片面お願いしましたが、この組み合わせも良いです。まああの今日はねいらっしゃったお店の方もかなりノリがいい方で、本当にいろんなことを話しながら楽しく過ごしましたが、なんせここの店自分はあのいろんなこう有名ということも知らずに入ってしまったんですが、実は今ね出てからもちょっとこの近辺の方とお話すると、もうこの横浜で知らない人はいないというぐらいもうめちゃくちゃ有名なお店なんだそうで、実際ね看板もめちゃくちゃ目立つんですよ。この界隈比較的にキラキラした照明入り口を見て多い中でもひときわ目を引く赤看板で、そこに提灯が垂れていて、いやーやっぱりこうなんかオーラが出てる店は呼びますね、人をね、っていう感じのもう本当に素晴らしいお店でした。はい、というわけで皆さんもねぜひまだ行かれてない方行ってみてください。そしてこのニンニクに関しては多分普段ニンニク入りねおすすめする自分ですが、ここはねうまいです。だけどこれはかなりがっつりとニンニクの匂いが本当にすると思うんで、まずちょいニンニクぐらいから試して、その後2回目以降にあこれはいいわと思ったらニンニクがっつりトッピングってね50円増しで、ニンニクトッピングというのがいいかもしれません。そのぐらいパンチ力最高潮な一杯でした。はい、というわけで大満足でした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまたバイバイ。